勝ちたがりトナメが軽く炎上してる件についてはもう話したいや知らん何それビデオの中で追加は最後っていやあれ書いてあったのはシーズン5の追加は最後って書いてあった炎上してんだ勝ちたがりトナメんでちょっと雑談するかあの俺のサトウキビ畑をのぞきながらトナメ中に試合内容より触れなさすぎてトナメ入るのやめよっかなっていうつぶやきが発端 はあ、ああ、なるほどね。なるほどね。あ、これ、俺の、サトウキビ自動収穫マンションっす。そうだなぁ。まあでもストリートファイターリーグ中だからしょうがないかなっていう部分はあるけど、ただ、参加してほしいっていうふうに、 思っていて一切触れないのは良くないなとは思う前からその傾向はあったけど再現は特にってことらしいまあそうね何かさあのトーナメントでさメリットがあるわけではないからさやっぱそのイベントとしてやるべきではあるよねまあ、もしくはストリートファイターリーグ中中止にするとか 1>, 1回にするとかね2回じゃなくって1回にしてちゃんと試合を見てあげた方がいいと思うけどなんか入る理由が欲しいよね入る人もさ思っていてとかってツイッター出オさんちょっと見てみるかうんもう勝ちたがりのトーナメント出なくてもいいかな 99件のリツイートされてんんじゃんストリートファイターリーグが大変なのは重々承知しているけどさすがに試合してるのに一言も試合のこと話さないのはなんかつまんねえわそうだよねそれあるよね先日のビーストカップでも全部とは言わないけど同じこと感じましたいやそうだよねいやだから俺は結構大事にしてるんだけどなそういうのは。 だかからなんかその初心者大会とかそういうのもあった時にちゃんとその初中級者の人たちをピックアップして実況してあげるとか名前を呼んであげるとかっていうのは俺は大事かなっていうふうに思うけどねああだから最近埋まんない理由もそうなのかビース o カップは一応まだ個別の配信者さんがいるからあそうなんだそれはいいね全然ね 解決方法を用意してあるんだ確かにそう思いますストリートファイター5の盛り上げ役筆頭なのに配信チャンネルでわざわざ開いている大会の試合に触れないって前提として参加者に失礼かと思いますなるほどガコガコああ もっとセクシーにもっと美しく生きてこん時道をあげるよ孫もあげるよときめき梅原にキラキラして根もあげるよなんだこいつ <laughs> なるほどね、まあ、分からんでもないね確かに気持ちは分かるプレーヤー目や塩キャラなども分かるし各キャラの競合が見れて 見れるし見てるのも楽しいんだけどただ大黒やジョビンさんなどの、えー、モントが開かれているという優しい一面もあるララファンファルケというレアキャラが見れるのも動画勢としては嬉しい動画勢だけど激しく同意コ、えー、パンガや格上配信に限った話じゃなくてスプラトゥーンもでもプレイしながら全然関係ない話をしてるような配信をあ見るのやめちゃう派だけどでも今はそういう時代じゃないんだよなというのも感じている。 孫さんだけはプロの中でもしっかり参加者の人の名前を呼んだり試合にちゃんと触れてくれるからずっと好き俺も金労大好き金労好き <laughs> でもこれは意識してる俺は意識してることではある実際音うーん フンピーの試合なんてぶっちゃけ興味ないんやろなだからってそれを表に出すのは話変わってくるけどなこれはわかる普通に参加者に必要なのアマチュア配信者でもわかるのに引用しちゃって申し訳ないけどマジでその通り参加者でも見ててもつまらんよほんこれやつらもう雑談配信くらいの感覚でやってるから試合はリプレイで見るのと何も変わらないだから見るのやめた確かにねあのね勝ちたがりの方のね視聴者人数はちょっと落ちてるなという感じはする まず FF 界から失礼させてもらいます先日のビーストカップでゴン太さん配信の A ブロックに出場させてもらいましたすごく実況上手でゴン太さんが戦ってる時も自身で実況しててみんなで盛り上がってました内容を触れてもらえるとみんなモチベ上がるし純粋な気持ちでスト5やっててよかったなと思います <laughs> 俺は一応触れるようにしてるんよね <laughs> 仕込みかとか言ってビーストカップ出た感じだと個人的には待ち時間が長すぎプラス昼休みもないからそこを改善してしい全試合 配信しなくてもいいからあ、言った方がいいっすよ。言った方がいいっす。なんか、梅原に言うリプレイでもなんでも、そのビーストカップの時に言った方がいいっすよ。永井先生のとに、永井先生やっぱ面白いね、あの人ね。声いいね。あの、もうどっから出てきたんだよっていうあの鉛。鉛と必死さ。 やっぱ永井先生いいと思うわえなんで今の時代永井先生来ないんだろうなやっぱダメなのかな永井先生だってゲーム実況の先駆けってある人だよ永井先生でおさんにどういう普通に社会人的な目線からしてもありえないしファンサービスとしてもありえんしバーサス東西線とか見てほしいもしくは惰性で集めるのはやめた方がいいよね まあ、惰性感は出ちゃってるね。とりあえずっていう。他の大会でもあったな、画面に出てるキャラに文句しか言ってないのが、上級者の大会は分からんけど、実況で開催してくれるとモチベーシ向上や、新しいことに気づくきっかけになるのになあ。ゴンタ真面目だね。いいと思うよ。あれは好感度高いと思う。貸し下がり見なくなった理由がまさにこれ。参加された方々にあまりにも失礼。募集するだけ知って、参加者に疎外感を与え、視聴者にはどっちに集中したらいいか2択を迫る。 あなるほどねそれ数年前から視聴者として感じ取っていた気が付いたら番組自体あまり見なくなったな主催者側がよほどよほど内容良くない限り興味ないように映るそんなことはないと思うけど絵面ってあるからこれは初めて勝ち上がりトーナメント見た時に感じた試合のことそっちのけで勝敗すら確認していない時もあったしなのでそれ以来見てないです てかさあこういうのってさあ <laughs> 某イベントで実況解説が試合そっちのけで婚活の話始めた時もどうかと思ったのですがまあそれどうかと思うね誰のことか分からんけど正直よく分からん女性配信者ばっか前捨てしてて見なくなった何それ何年か前にさ雑談ばっかしてるのをとがめた孫さん見て感動したよ俺 チャリティーの時とかじゃない多分。うん、俺はやっぱり震えてあげた方がいいと思うんだよね。出てくれてるわけだし。俺がその初中級者の立場だったら嫌だもん。いや、面白いよ、話は。話は面白いけど、出た側として嫌だ。でもこれさ、みんながさ、ある程度やっぱ思ってることだったからこそ、なんつうのかな、この100件ぐらいのやっぱリツイートっていうのが、 反響としてあるんだろうねまあ炎上ってほどでもないけどプチ炎上ねもっと参加者の試合ちゃんと見よういや言ってたしさうんでこれってついてないよねじゃなくて実際やっぱり思ってる人は多かったって話で、おさんが何気なくつぶ,いつぶやいただけでみんながその同調が求められないのであればここまでいかないからあでおさんあすいませんいろいろご迷惑 おかかけしてますかいやいいと思いますよいやこれは俺も思うことなので出オさんむしろよくつぶやいてくれたなとイベントとして、まあ、あまり健全な形ではないかなっていうたまたま開いたら話題になって <laughs> びっくりするよね <laughs> たまたま開いたらあれ俺のこと書いてあるっつってまあ共感してる人が多いんじゃないかな まあでもここで一応、ここまで、いや、思ってないっすよね。ただ何気なくつぶやいただけっすもんね。でも共感してくれる人は多かったので、まあ、勝ちたがりは変わっていくのではないかなっていうふうに、やっぱ思いますね。まあ俺は別に勝ちたがり見てないから、でも見た、たまに見た時やっぱそういう感じになっちゃってるなとは思ってたけど。でも、俺の番組じゃないからさ。 それ言うんだったらトパンガの方でもなんかいろいろあるけどね自分の中でうわーこれよくねえな惰性でやっちゃってるなって部分あるよただ今なんかストリートファイターリーグの話をするだけで結構時間がいっぱいいっぱいだからまあなんとかなっ,てくなってるっていうのはある,あるけどねでも難しいよねニャンシが率先して脱線させてる <laughs> いやまあ変わると思いますが大丈夫です大丈夫です <laughs> あの難しい部分があってこれなんかこういう風に話題になったからっつってじゃあ変えようじゃあ触れるようにしたろしようっつっていやよくはなってるんだけど言われなきゃやんねえのかよって思うような人たちもいるからそれでなんか周りの目が変わるのかどうかっていうのはなんか難しいなっていう。 トパンガはね結構企画するようにしてるのよ。まあ主にやっぱり俺がやったりとかするんだけどあとなんかニャンシが持ち込んできてくれたりとか <laughs> うんこの状況で番組やるのはまあ大変かもね確かにね。 まあでもストリートファイターリーグの触れざるを得ないというかっていうかまあ俺ストリートファイターリーグに触れる時間もっと減らそうかなってぶっちゃけ思ってんだけどただ気になる人もいると思うから話したりとかしてんだけどね触れたら触れたでじゃあ面白いのかっていう問題問題をあのね番組として面白い面白くないじゃなくてそれをやってるのであれば ちゃんとその参加してる人たちがそのやる気になるようなものを用意してあげた方がいいものになりやすいって感じ減らそうと思う理由は何ですかストリートファイターリーグの以外のことできないから話以外できないから、まあ、削ってもいいのかなっていう感じがする ただ企画もやるのも結構厳しいんだよねストリートファイターリーグ企画やるのって俺すげえやっぱ準備したりとかするからそれがストリートファイターリーグ中とかにやるのは結構やっぱ難しい部分があって まあトトーナメント1回でいいんじゃないかなってちょっと思うけどね1回でストリートファイターリーグの話を1時間やって30分トーナメントまあこれでどうかなまあパッと俺が思いついた改善案はねやっぱガってなんかまあ入るの難しくなるけどまあ集中してちゃんと見てあげた方が入ろうって気になるよね 話の区切りね、大事だと思う。